のいいスクイーズができます。何かを一生懸命にこねる子どもたち。これは大阪府八尾市にあるものづくり体験施設見せる場八尾のワークショップ。プニプニの食感で子どもたちに大人気のスクイーズを作っています。教えているのは市内にある金城ゴムの社員です。今回のスクイーズの材料はシリコンゴム。炊飯器のゴムパッキンと同じなんだとか。好きな形を作ってオーブンで熱します。はい、せーの。その間にゴムについてのお勉強タイム。せーの。さまざまなゴムの特性を体感します。そうこうしているうちにスクイーズが完成。いろいろなゴムのことを知れて楽しかったです。生まれてこの方は八尾でしたけど、全く知らなかったのでまた来たいなと思います。物に触って、まあ、どんな感触とか匂いとかそういったものをまあ感じてほしいなと思いますね。ゴムがどういうふうにできているかだったり、製品がどういうところに使われているかっていう、自分でもどういう会社なのかっていうところを再確認できているのはこの企画があったからかなと思います。大阪府八尾市は人口26万人、製造業およそ3000社がひしめくものづくりの町です。業種は歯ブラシ製造やプラスチック、金属加工など多岐にわたります。近鉄八尾駅からすぐの見せる場八尾はものづくりの町八尾の魅力を見せる場として平成30年に誕生しました。館内にはさまざまな地元企業の商品が集結。ビジター会員になると施設が利用できるほか、地元企業による多彩なワークショップに参加できます。見せる場八尾は子どもたちへものづくりの楽しさを伝える場であると同時に、さまざまな企業同士がつながり英知を共有する場でもあります。市内のものづくり企業をはじめ120以上の企業や大学などが参加するコンソーシアムとしての側面を持ち、さまざまなテーマでの勉強会や交流会などを開催。これまで48ものコラボ企画や商品が生まれるなど、八尾市の産業を活性化しています。ものづくりの企業さん以外の会員さんなんかもかなり増えてきていて、まあ、ある意味ですね、まあ、ごちゃ混ぜっていうか、いろんなものがこう混ざり合うことでなんか新しいものが生み出されるみたいな。雑多なものを何でも作ってる町なんで、町の弱みでもあったんですが、今は逆に皆さん何でも作れる町であったりとか。イノベーションってなかなか一社で起こすのって難しいですよね。こうだけではなくて州でやれば結構なイノベーションが起こせるんじゃないかなって思って。見せる場八尾誕生のきっかけは平成29年、中小企業支援に熱心な八尾市による審議会産業振興会議で出た意見でした。そこで出たのはアイデアであったりとか人であったりとか、まあ、テクノロジー技術ですねが、まあ、その出会うような場所、まあ、行政だけでできないような空間づくりであったりとかコミュニティづくりっていうのを、まあ、最初に掲げたので、まあ、まずは案から一緒に考えませんかと。八尾市産業政策課の松尾さんはこの新しいチャレンジに興味がありそうな企業に話を持ちかけます。創業85年の金城ゴム、炊飯器のゴムパッキンでは国内メーカーのおよそ 50% のシェアを誇ります。社長の太田さんは松尾さんに声をかけられた一人。何か地元に恩返しをしたいと思っていた矢先でした。やりたいんだけどもどうやったらいいかわからないっていうのが本音の部分でありまして、やっぱりその地域あっての企業ですし、
まあ、この八尾の場所とともに成長していきたいという思いがあったので、まあ、そういう形でこうお声掛けいただいたことっていうのはすごくチャンスだなと。一方、カーテンフックの製造から発展し、現在はインテリアや DIY 用品の製造販売などを展開する友安製作所。社長の友安さんは当初参加に消極的でした。なんかね、いろんな団体ってたくさんあるじゃないですか。で、まあ、それぞれの意思を持たれてやってると思ったんですけど、なかなか僕が見ている中ではあんまりそういうコラボレーションっていうのがしっかりできてる団体がやっぱ少なかったんで、すごい自分自身はそういう団体に加わること、参画することは消極的だったんですけど、そんな考えが変わったのは自社で行うファン作りイベント、友安フェスタ。規模拡大を考えていたところ、松尾さんから新しいことに意欲的な地元企業として木村石鹸と谷本ふすまを紹介され、友安フェスタに参加してもらったのです。今まで1社で発信していたのが2社3社になってきた時に、やっぱり拡散力もあったしすごいなっていう、まあ、ちょっと如実に感じたのもあって、まあこういうコラボレーションが八尾市内で起これば、まあ、自分たちの事業者だけじゃなくて、まあ、全体的に確かに発展するんじゃないかなっていう、まあ、そういうものに、まあ、僕自身も賛同してで参加すると。こうして松尾さんの声かけにより35社が集結。これまで近くにいながら交流がなかった八尾市の企業同士が出会い、新たな連携が生まれる場、それをどのように形にするべきか議論をスタートします。そして未来を担う子どもたちへものづくりの楽しさを伝える場、参加企業がセミナーや交流会によって空間やノウハウ、英知を共有する場という2つのコンセプトにたどり着いたのです。友安製作所は見せる場八尾をきっかけに、これまでさまざまなコラボ商品を発売しています。友安製作所×木村石鹸っていうものを出すことによって、木村石鹸さんのファンもうちのことを知ってもらえるし、うちのファンも木村石鹸さんのことを知ってもらえるんで、なんで今まで私たちがまあリーチできなかったお客様にまあリーチできるっていうのもすごくメリットでもあります、はい、木村石鹸とのコラボ商品、香りを DIY できるルームフレグランスは従業員同士の交流から生まれました。普通こうコラボレーションってまあトップ同士がこうやってこう決まっていくと進むっていうじゃないですか。でも僕見せる場合はすごい良かったなと思うのは、従業員の交流ランチミーティングとかそういうのも結構やってたり、その本当にスタッフ同士が仲良くなるんですね。でこの商品も、まあ、僕も木村石鹸の社長も全く知らずに、僕確かね木村石鹸の社長のフェイスブックで知ったんですよで木村石鹸の社長はもうパッケージング出来上がってポンって置いてておしゃれやなっていうので知ったって言ってたんで、まあでもそれはすごい喜ばしいことでしたね。フライパンなど家庭用金属製品を製造する藤田金属。金型から本体の製造、出荷まで一貫生産にこだわる町工場です。見せる場八尾ではフライパンを使ったポップコーン作りのワークショップが大人気。専務の藤田さんは参加企業の業種の幅広さが見せる場八尾の魅力の一つだと言います。ただ業界のそういう家庭用品のそういう組合であったりとか、そういった部分は入ってるんですけれども、なかなかそういうのって業種一緒なんでちょっとこう言えない部分とかもやっぱあるじゃないですか。こういう商品出そうと思ってるけどってなかなか言えないじゃないですか。でも八尾さんの中やったらもうバッティングする商品が基本ないんで、もう皆さんが違うところの分野でやられてるんで、そういった部分では話も安いですし相談もしやすいなっていう部分はありますね。藤田金属は見せる場八尾で行われたアウトドアに関するアイデアソンに参加し、焚き火で使えるフライパンを商品化。売れ行きも好調で販路拡大にもつながりました。家庭用ですと、なんていうんですかね、やっぱりこの持ちやすさとか
使い勝手とかっていうのは結構重視されると思うんですけれども、逆にめちゃくちゃ重いもの、通常家庭用ではあんまり考え得ない、商品作りができたかなと思いますね。はい。見せる場八尾の取り組みは他の産業集積地の模範になる取り組みとして評価され、令和元年度ふるさとづくり大賞を受賞しました。令和2年は新型コロナウイルスの感染拡大によって2周年を祝うイベントやワークショップは軒並み中止せざるを得ませんでした。しかし会員メンバーはオンライン上でのライブ配信を始めるなど、新しいつながり方にチャレンジしています。まあ、今まで中小企業が一社だと実現できなかったようなことなんかも、まあ、シェアリング、いろんなこのシェアをすることによって実現できる。逆にそのコロナによって、じゃあオンラインでできることを考えようとか、まあ、いろんなことをまたそこでその知恵を絞るっていうこともタイミングでできたので、まあ、それをまた振り返れば、まあ、大変やったけども、まあ、いいタイミングやったのかなっていうふうになるかなとは思ってます。企業同士、従業員同士がつながり、新たな可能性を見つける場、地域の魅力を再発見する場、そして八尾の魅力を発信する場。見せる場八尾から、ものづくりの街の新しい歴史が始まっています。